新潟県立新潟高等学校は新潟県新潟市中央区に所在する県立高等学校。愛称は健康。1892年に開校した新潟県立新潟中学校を前身とする。戦前、当時の新潟市内には旧正中学校が県立新潟中学校のみ存在していたが、1939年に 新潟市立新潟中学校が開校したため、それ以降両校を区別するために、県中と呼ばれるようになった。学生改革に伴い新生高校となってからは、健康と呼ばれるようになったが、県立新潟工業高等学校と新潟市立工業高等学校があり、それぞれ、健康、志考という呼び方もあったことから、1970年代頃から、徐々に、訓読みで、 現在の呼び名である、健太科と呼ばれるようになっていった。1995年に、理数科を設置、2007年度より、コース制導入により2学級設置となる。普通科では2年次以降に文系と理系の専攻に、進む。県内の医師不足を懸念する、県教委の方針により、理数科では2年次以降に、メディカルコースと呼ばれる医師学系の専攻コースと、 技術系のサイエンスコースが設置されている。2013年度から高校独自のデザインである女子制服とカーディガン、ワイシャツが制定され着用が可能になった。新生高校への改装時から制服は男子のみであったか、2016年度入学生からは女子も制服での登校が強制されている。理数科のメディカルコースでは単純な学力強化を図るだけでなく、 講演会や現場見学などの年間行事を多く取り入れている。また、毎年度クラス会が行われる。特に1年から2年への新旧時に行われるクラス会では、普通会1から3組が文系、4から7組が理系に分かれる。主に選択科目によってクラス会がなされる。学習指導の充実に重点を置くし、部活動の活動も通信性ながら盛んで、 15の部活動が存在した。2003年度には陸上部が定時制、通信制大会の走り幅跳び部門で全国大会優勝を果たしている。進学先も多種多様で防衛大学校や東海大学、長野大学などの大学や各種専門学校に進学する生徒が見られた。4月に行われる。基本的に1年生が参加するが、 最後の合同練習では2年生も参加する。6月に行われる新潟高校最大の行事である。一般的な体育祭に文化祭のエッセンスが加えられたもので、各学年の同数組が一つの連合を結成し、軽重連合で競争が繰り広げられる。各連合には抽選でそれぞれ色が与えられ、各連合はその色を基調に連合創造の主題を、 考えたりバックの絵を決めたりする。競技内容10月に行われる。3年を除く各クラスが映画、ケーキさ、ゲームなどの出し物を考えて発表、出展する。文化部の発表の場でもある。生徒が描いた教員の似顔絵コンクールも行われる。外部来校者と3年生の投票の結果、最も票を集めたクラスには最優秀賞として、 青山賞が贈られる。青山賞の景品は菓子パンで、それらを総称して青パンという。クラスマッチは12月の後期中間交差後に行われる。種目は1年がバレーボール、2年がバスケットボールで、対戦方式はまずグループリーグ内のクラスと総あたりで戦い、その後上位チームで準決勝、決勝並びに3位決定戦を行う。 試合の間には先生方によるエキシビションマッチが行われることもある。例年2月に実施される。体育の授業で男子は柔道と剣道のどちらかを選択、女子はダンスを行うこととなるが、この大会では自らの選択に沿って柔道、剣道、ダンスに分かれてクラス対抗で大会を行う。なお、女子は自らのクラスの発表時間外に柔道、 剣道の試合を観戦することが可能だが、男子はダンスの発表を見に行くことはできない。新潟島の教育機関が多く立地するエリアにあり、近隣には、新潟県立新潟商業高等学校や、新潟県立新潟中央高等学校などがある。本校では、居住地と学校との距離が片道 8km を超える、生徒についてはバイク通学が認められており、在学中に、 バイクの免許を取得することが可能である。ありがとうございます。